皆様お疲れ様です開発サンセンターの萩原と言いますではです、す今日はですねいかにしてより大きな課題を細分化し、それを解決していくのかという話題について、実際の我々の事例をもとに紹介していきたいと思います。まず、こちらがざっくりしたアジェンダですね。まず、私たちが乗り越えてきた変更というものを、まず背景として紹介いたします。その上で いかにして大きな仕様変更というものを細分化したのかそしてそれをいかにチームメンバーと共有したのかそしていかにしてそれぞれの課題を解決していったのかということをご紹介したいたしますその上で最後に見えてきた大事なポイントというものを紹介して終えようと思いますですがまず最初に言っておくと今日お話しする内容では皆さんが ままだ知ららななないいいいいようう新しいものというのととはおそらく出てこないと思いますですがいかに基本が大事であるかまた基本をどのように適用していくことが大事なのかその考えるきっかけになればなと思いますので最後まで聞いていただければなと思います、はい、まず背景の紹介として私の担当している LINELIVE というサービスのざっくりとこれまでの変更をご紹介いたします まず、ローンチされたのが2015年の12月ですね。この時は有名人の動画配信を一般の視聴者の方が視聴するという視聴アプリとしての側面が強いものでした。ですが、翌年の夏には早くもバージョン2.0がローンチされまして、この時には一般のユーザーの方も自由に動画配信が楽しめるようになりました。 また同時に視聴者の方が配信者に対して有料のギフトを送るそして配信者はインセンティブを受け取るという機能も同時にローンされていますそして今年の春になるとユーザーさんの希望にお応えしてこれまでは LINEID だけでのログインだったのが TwitterID でもログインできるようになりましたそしてまた夏になりますと LINE のアプリケーション上で LINE ラ,ライブの動画をそのまま視聴できるそしてハートを送信したりチャットに参加することもできるという機能がローンチされましたまたつい最近のことにはなるんですが先週先々週にはインストリーム広告にも対応しまして動画広告というのが表示されるようになったりしていますここで挙げたものというのはメディアに取り上げられるような大きな変更だけになるんですが こうして見ていただくと、えー、かなりコンスタントにいろいろな変更が加えられて成長していることが分かると思います。えー、本日は、ですね、主にここの赤文字で紹介されている、えー、ログインの方法が追加されたときのいろいろな変更といったものについて、えー、実例を交えつつお話ししていきます。はいえー、まずこのとき、えー、それまで LINEID でのみログインだったところで、えー、ツイッターでの ID も、えー、ログインできるようになる。 そういった変更があったんですが、ログインの方法が1個加えられただけって考えてしまうと、結構まあ大きな変更、大変な変更があったんですね。というのも、2つ、3つあったログインの方法が1個加えられるというものに比べると、それまで1つだけだったものが2つになる、3つになるというのはすごく大きな変更だというのは、皆さんもご理解いただけるかなと思います。例えば、 これまでは全部のユーザーが LINEID で録音していたという条件でそのまま表示していたような UI、UX 上のボタン、アイコンだったりというものがここでは通用しなくなってきます。そういった面でもいろいろ全体的に見直す必要が出てくるんですね。また、これまででも Twitter 連携をした上えでチャットでの自分のコメントであったり自分の視聴している動画をシェアすることができていたんですが それらのユーザーに関しても、新たにログインのためにそのツイッターアカウントを使うというところから、アカウントのマイグレーションを行う必要というのが出てきたりします。また、先ほどちょっと紹介したインセンティブなんかもそうなんですが、これは LINE のアカウントが設定されていることが大前提となる機能でしたので、その連携が済んでいないツイッターアカウントでだけログインしているユーザーに対して、どのようにインセンティブを支給するのか。 そういったところも見直すす。必要が出てきますでこのインセンティブについては私たちはある一定期間支給するべきインセンティブをプールしてその間にユーザーに対して LINE でのアカウント連携を促すという機能を実装することになりました、はい、このインセンティブの支給といったフローなんですけどもまあ 最初これ全体を把握しようとすると割とまあいろいろなことをやっているんですよね、えー、まず、えー、配信者の方が配信を終わるとそれをもとにえ一定のスコアというものを算出したりしますでこれが終わった上ではえ毎日のバッチ処理でえ日付だったり国だったりといったものを考慮しつつえサマライズして今度は上限額だったりなんかアビュースしてないかなとかそういったことをいろいろ考慮しつつえ全体をえ計算して その上で承認プロセスがあって、それから初めてインセンティブを実際に付与するということになります。なので、お分かりいただけると思いますが、大変なんですよね、全体を把握するというのが。特にこれを口頭で話そうとしてしまうと、すごく大変で、こういったものって正常なフローだけ考えると、割と簡単に見えてしまったりするんですよね。最初に配信が終わったら、このフローでまず何を計算する。 その上でこんなバッチ処理があって、あんな承認フローがあって、今度新しくプールする機能っていうのは、そのあとのイン,インセンティブを付与する部分に新しく加えればいいよねみたいなことを、割と簡単に考えてしまったりするんですけれども、あ割といけそうだな、簡単だなって思うと、大体そういうところは罠だったりして、当然ですね、お金の絡むところですので、どこでエッジケースが発生したか、例外が起きたのか。 そういったことをしっかりと記録しておいたり後からリカバリーできるようにしっかりと設計を落とし込む,落とし込むっていうのが最初の段階でも大事になってきますそこでまず私が行ったのがまず叩き台として異臭を立ててそこでみんなと仕様を共有しつつ認識を合わせていくっていうことですねこの段階では、まあ、ざっくりとみんなの認識を合わせるという感じですので まあえー、全体のアーキテクチャどうしようかテーブルのスキーマどうやってそれぞれのフローでどこに何を、えー、更新かけていくかそういったことを大まかに決めていきます、はい、で、えー、作り込むのがこちらの、えー、フローチャートですねまあ見るとかなりうっとなるぐらい長いんですけれどもでも、えー、とこれが1個あるとだいぶ、えー、とみんなとコミュニケーションを取るのがすごい楽になってきますし何よりもですね、えー 何を行わなきゃいいけないのかそれぞれぞのステップどんな要素で構成されていいるるのかっていうのかかうが非常に分かりやすすくなるんですねで特にえとインセンティブを支給するようなお金の絡むようなものですとそれぞれの時点でどのようなステータスにあるのかといったものを細かく記録していく必要がありますのでこうやってデータを中心としたフローを描いておくとすごくえと収まりがいいというかまあ結構はっきり見えてくるものがあるんですね。 ここうううすするるととににによって、えー、行うべきステップといののを細分化するのが非常に楽になってきます。で、また、えー、これだけやっていると、えーまあ、何でしょう全てを悟ったような気になれるというかもう大体これで全部作り込めたからあとはもうコード書くだけだみたいな気持ちになれるんですね。で僕はこれ結構大事だと思っていてなぜ、まあ、かというと実際に作業をしていると自分以外の人というのはもう他の作業に関してプルリクエストを出したりだとか クライアント側の人と API の使用を共有して、もう目を作り始めてとか、そういうことをやっていて、割と結構焦りがちになってしまうんですね。で、まあ、自分なんてまだプレー下せてないし、待、ま、ちどうしようみたいなこともあるんですけれども、そこでまあしっかりと踏みとどまって、細かいところまでここで定義をしておくと、まあ、ここから先の工数なんかもはっきり出しやすくなってきますし、ここから先の道取りというものが、すごく分かりやすくなる。 これが大事ですね。ですので、このようにブルーリエクスストを出す段階でも、えー、ここの何を対応したのか、何をやっていないのかということが非常に共有しやすくなります。はい、そしてまた、あそこまで細かく細分化したおかげでそ、それぞれのクラスとかレイヤーというものが素直結合になって、ドキュメントを書くのも非常に楽になってきます。<laughs> 何をやって、何をやっていたいのかということをズバッと書けるので、 後からのメンテもすごく楽になるとということですねなので結論としてはプルリクエストであったりコミットであったりの流度を細かく保って適切なドキュメントであったりメッセージをつけましょうとそしてそれらのことがクリアできてくると大体クラス名とかメソッド名も簡潔に適切なものになるのでメンテも楽になってくるということですね。はい、そして最後にですが ここまでの例というのは閉ざされた内部の話だったので一般公開されているサンプルとしてはこちら僕のプライベートの何でしょうサイドプロジェクトなんですが LINE 連携もできるようになっている Bot のフレームワークがありますのでよかったらこれも見ていただけるといろいろとイシューやプルリクエスト活用して運用しているというのが見ていただけると思います。といということで無事に サイドプロジェクトまで紹介できたところで私の発表を終わらせていただきます。ありがとうございました